どうも、加藤職です。今日はですね、野球選手のお住まい事情についてお話ししていきたいと思うんですけれども、皆さん、選手がどこに住んでるかって結構気になりますよね。はい、僕も気になります。はい、この前ですね、実家に帰った時にですね、年末にもらう住所録っていうのがあるんですよ。いろいろ王監督だったり、長嶋さんだったりとか、原監督だったりとか、全選手の住所が載った住所録っていうのがあるんですよ。怖いですよね。なんで配られるかっていうと、年賀状です。年賀状のために、例えばね、坂本勇人さんの住所だったりとか、全員の住所が載ってます。はい。まあ、いろんなとこ住んでます。いろんなところにいろんな人が住んでるんですけれども、まあ、大体そうですね、どの地区に住んでたりとか、何県に住んでたりとかって皆さん気になると思うので、今からお話していきたいと思います。基本的に高校卒業して、ドラフトに入った場合は、ジャイアンツ寮に5年間基本的には入らないといけないです。坂本勇人選手だったりとか、高卒1年目2年目でね活躍した人たちとかは寮を3年で出れたり2年で出れたりとかね、あと結婚した人とかはその結婚した年に応じて出れたりできます。大学社会人卒業、上がりの人たちは基本寮を2年間入ります。そこから一人暮らしという形で旅立っていくんですけれども、まあ僕の場合は、高卒でドラフトで入ったので、川崎市多摩区菅仙石にあるジャイアンツ寮にね、5年間いました。門限10時半、起床時間は7時、すごいね、18歳から22歳までいたんですけれども、一番その遊びたい時に遊べなかった、地獄の門限でした、10時半。新宿までやっぱ出れないですね、食事したり、合コンしたりっていうのは。やっぱり近くで行ったら調布近辺で合コンしたりとか。そんな感じでした。まあ、そこからね、僕の場合は、まあ5年間ジャイアンツ寮にいて、そこから西新宿に行きました。西新宿っていうのは結構高層マンションとか多くて、やっぱ見え入りたいので家賃18万の 1K ですけれども、西新宿の何階だ、44階建てのマンションに、住みました。でその後まあ女の子と同棲して笹塚に引っ越して、家賃20万 1LDK の広いところを借りてっていう感じで、僕はそんな流れだったんですけれども、基本的に、新宿近辺でした。僕はいろんな選手はね、いろんなところ、ね、渋谷区だったりね、あの杉並区だったり、いろんなところ、まあもちろん港区だったり、みんなね住んでます。その中でやっぱね、まあ何区とは言えないですけれども、坂本さんは港区ではないです。はい、ちゃんとしたマンションでね、最上階に住まれてて、 1LDK で家賃150万って言ってたかな。 1LDK ですよ。で200平米、もうボーリングができるっす。テレビから奥歯でボリュームで、当時内海哲也さんだったりとか、既婚者っていうのは結構ね、都内じゃなくてね、まあ、神奈川県だったりとか埼玉県だったりとかに住んでて、まあ、一軒家に住まれてましたね。あとはそうですね、多摩プラザだったりとか、結構いろんな、まあ、誰がどこに住んでるっていうのはあんまりね、個人情報なんで言えないんですけれども、まあ、そんな中で、いろんなとこ住んでました。はい、こんにちは、トモテスポーツのここです。はい、一軒家だったり、例えばタワーマンションだったりとか、うん、あると思うんですけども、はい、どのぐらいの年俸までいったらそのレベルに達しますかね。そうですね、自分が当時年俸2000万で約20万ぐらいでした。だから月給料166万で約20万、うん、ぐらいだったかな。まあでも中にはその年俸に見合ってなくて、年俸が1000万以下の人で、ね、家賃15万とか20万とか、まあ、見合ってるのかな、見合ってるかな。まあその月収6、70万で家賃15万とか20万住んでる人もいました。やっぱ独身って見え入りたいんですよね。あ、その飲み会後のお持ち帰りをしたからの、やっぱ私いいとこ住んでますよ的な、っていうのをやっぱ見せたいがために、やっぱいいとこ住むんですよね。それ今となっては結構もったいなかったなっていう気持ちはありますけど、やっぱ若い時、20前半の時でお金持っちゃったら、やっぱそうやって見え張っちゃいますよね。はい、さあ初登場、今手がブレブレの、カメラマン永井くん、はい、何か質問ありますでしょうか。やり部屋とか合うのかなと思って。やり部屋、そのやり部屋、さすが、一人で払うんですかね、それともなんかみんなでちょっと出し合ってやり部屋みたいなの作ろうぜみたいな、ああ、なんですかね。やり部屋っていうのは基本はなかったですけど、既婚者の中でマンションを持ってるっていう人はいました。まあやり部屋ですよ、言ったら。あのベッドがあって、まあ、テレビが普通の家ですよね。普段帰んないけど都内にはあるみたいな。で家は近いのに、一軒家に住んでる時はそこには戻んないし、まあ、飲み会の後にそこに呼んだりとかっていうことは、まあ一人しか思い浮かばないですけど、ありました。やり部屋っていう、まあ、やり部屋ですね、通称いいですね。あの初登場ながらカメラマン永井さん、あの質問がダイナミックでいいですね。ありがとうございます。チャンネル向きです結構。はい、
そうですね、やり部屋、まあ基本でもみんな、まあ既婚者はそんな遅くまで飲まないんで、まあ東京ドームホテルだったりとかそういうのを取っていろんな人にやったんじゃないですかね。はい、まあそうですね、基本青葉区とか横浜のとかその辺一軒は多かったですね。あとタマプラとかジャイアンツ球場周辺に家建ったりしてる人もいましたし、まあ都内から出てきてる人もいました。結構バラバラですね、本当に。うん、笠原さんが今まで数々のプロ野球選手を見てきた中で、この人の家めちゃめちゃすごいなっていう家がありました。ああ、菅野さんですね。菅野さんです。はい、菅野さん家はすごかったですよ、うん、3階建て、3階、泊まらせてもらったこともあります、うん、で地下があって1階、2階で合計3階建てなんですけど、地下には来客用のベッドがあるんですけど、地下にやっぱ高校時代、大学時代のトロフィーだったり賞状がブワッてあるんですよね。で1階には全部家具が大塚家具でした当時、うわすごく良かったですよ、うん、でそこから上上がるじゃないですか、そしたらバーカウンターがあったんですよ。バーカウンターがあって酒がドワッと並んであって、わさすがっすねっつって、でそういつでも飲みおいでみたいな、優しかったですけど、でバーッとそこ開けてみって言われて開けたら人工芝でパター用のあのゴルフパッドの穴があるんですよ。いやこれどうやって作ったんですかっつって、でちょっと床上げてなんかカップ作ったみたいで、で打てるネットもありましたし、ゴルフ本当好きですよ、菅野さん。アイアンとかゴルフセットがいっぱいあって、でシャワーが2つあって、もうほんとすごかったですよ。どでかかったです。まあ今は誰と住んでるかわかんないですけど、当時一人暮らしで覚えてます。場所も詳しく覚えてます。いや、めちゃめちゃいい家でしたよ。ただ、地下で寝させてもらった時、電波が変になってます。まあ一番驚いたのは、菅野さんちですね、一軒家で言ったら。マンションで言ったら、双子さんち。もう広すぎ。4LDK くらい作れるぐらいの広さなのに、1LDK っていう。マジでボーリングできるんですよ。で、あの最上階で東京タワーがバッて見えて、ガラス張りで、その横にはダーツがあって、で、WBC で着たユニフォームとかブワッと飾ってあるんですよ、いろいろ。で、その時計飾る自動巻き、くる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 勝手に回ってる時計をあの飾れるようなやつだったり、バットとかグローブとかいろんなものが飾ってあって、今でも印象的。風呂も広くて全ガラス張りで。とても印象的でしたね、はい、マンションは坂本さん、一軒家菅野さんからナンバーワンはすごい、やっぱ稼いでしたらすごいんですね。すごいですね、はい、なんかそこのマンションに前木村拓哉さんも住んでたんで、あのスマップので言ってましたけど、はい、はい、ということで今日はですね、選手の住まい事情についてお話してみました。タバテスポーツの久保記者、そして初登場、カメラマン名前くんとですね、3人で今日は撮らせていただきましたけれども、今後ももしかしたら動画に出てくるかもしれないので、皆さんぜひ覚えてあげてください。こういう動画撮りましたけれども、やっぱ笠原チャンネルってこういう動画がやっぱ向いてるのかなと思うので、どんどんこういった企画もやっていきたいと思います。これをどういったものを見たいっていうのもあれば、ぜひコメント欄でよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、野球しないよ。じゃあね、バイバイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ。